どうも皆さんこんにちは。簡単ギター教室ガズギターのガズでございます。メリークリスマス。今日は12月25日クリスマスの日でございます。そんな日にやりたい曲はもちろんこの曲とジングルベル、ガズギター式世界一簡単に弾けるアコースティックギター弾き語りバージョンやってみようと思います。これ世界一って言うんですけれどもですね、これ今日は間違いないと思います。ちょっといつもとコードの展開が違うんですけど、この後じっくり、解説してレッスン動画公開していきます。はい、このガズギターチャンネルなんですけど、本来ですとね、このね、YouTube チャンネルはこのガズレレ YouTube チャンネルということで、ウクレレのレッスン動画をね、中心にやってるんですけど、毎週日曜日だけは宇宙一簡単ギター講座ガズギターということでやっております。ぜひ皆さんギターも楽しんで始めてみてください。このガズギター式のやり方だと本当にどんな方でもすぐできるんですけれども、やってみたいなと思われた方、概要欄にですねガズギターを始める、プログラムになってる URL を貼っとくんで、そこからゼロからちょっとやってみてください。そしてね、今回ちょっといつも言ってることなんですけど、いきなりギターにチャレンジするのもいいんですけれども、より効率的に早くねマスターするにはウクレレをね最初に始めるのすごくおすすめしています。ウクレレも同じ弦楽器ですごくね共通のねいろいろ要素が多いんで、ウクレレのも最初ねかなりね弦も柔らかし簡単なんですよね。そこである程度弦楽器の感覚を掴んでギターにやってみるというのも面白いと思いますんで、もうそのやり方もいいなと思った方はこっちもね概要欄にガズレレのウクレレのね初心者レッスンプログラム貼っとくんで、そっちもねやってみてください。そんなわけで今日はですねジングルベル、やっていこうと思うんですけど、コードは3つだけなんですが、いつもねガズギターだいたい C とかから始まるのが多いんですけど、今回はちょっとキーを変えてですね、これかなり今日はですね簡単コードになっているんですけど、ちょっと今日出てくることを最初にご紹介しましょう。はい、これ A 星と D 星と、E というコードです。E だけ指3本なんですね今回。この3つだけでできるんですけど、これでやるとですね、もう今この瞬間初めて楽器触った方にもできるんじゃないかってぐらい、ガズギター式でやると簡単になります。はい、ちょっとですね、まず確認しますけど、 A 星っていうのはこことここの2個ね、指2本だけですよ、こうです。はい、で D 星っていうのはこことここの2個だけです。こうですね、これだけです。簡単でしょ。で E っていうのはこことこことここの3箇所なんで、こんな風に押さえます。指立ててください、ね、こことこことここですよ。はい、この3つだけです。はい、つまりこれはですね、海洋弦を使ったコードばっかりでいくんで、これかなりいいんですよ。でさっきのこのコード表を見てもらうと分かるけども、青のね×はですね、できるんだったらこれ鳴らしたくないっていうことで、ちょっとここがねコツがいるんですけど、あんまり初心者じゃ気にしなくてもいいかもしれない。慣れてきたら親指でですねこの6弦をこうやってちょっと触れたりして、音をこうくすぐらせるんですよね。そして A とかD とか6弦が鳴るとちょっとね違和感あるんですね。 A はいいかな、 D の場合でもなんか、やっぱできればちょっと音がね6弦は鳴ってない方がいいんで、この青いところ、最初のうちは気にしなくてもいいんですけど、慣れてきたらちょっと青いところは親指をちょっとプッと触ってあげて、音をミュートというふうに言うんですけど、くすぶらせて止めてあげるっていうのはおすすめですけど、まあ、あんまり気にしなくていいと思います。でこのジングルベルなんですけど、今日2パターンやります。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしている、すごいゆっくりで、こう1,2,3,4で4つ弾きで弾くバージョンで、後半はですねちょっとノリノリのリズムを用いてやっていきたいと思います。かっこいいバージョンはですねこのノリが感じになってきますからね。はい、2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあそれではこの3つのコードを使いまして、まずはシンプル簡単バージョン、やってみる。 1,2,1,2,3 走れそうよ風のように雪の中を軽く早く笑い声を雪に負ければ明るい光の花に
イエーイ、メリークリスマス、せーの、ジングルベル、ガズギター式シンプル簡単バージョンやってみました。いかがだったでしょうか。コードはこの3つで、やったんで、あの左手はね結構簡単だと思うんですけど、この曲の特徴として変なところでコードがクッと変わるんですよ。その感覚ね、走れそりよ風のように中をこのねコードの変わる感覚をですね、ちょっとねあの最初に用心しておく必要があるとは思うんですけど、このガズギターの今のこの3つのコードだったらこれかなり簡単にできると思います。今日からあのアコースティックギターフォークギター触った方もこれ弾けるんじゃないかなと。まさに宇宙一簡単ガズギターのこのロジック、ぜひ皆さん、今から練習しても夜のクリスマス会には間に合うかもしれないですよ、ということで、やってみてくださいということですけど、まずですね、今の楽譜、今のテロップ見てもらったらもうこれで十分わかると思うんですけど、一応ね楽譜の方法を紹介しておきます。ガズギターのジングルベルです。これさっき見たけどこのね A と D、 A 星 D 星 E というコードだけで3つのコードなんですけど、はい、ちょっとねこういうここでワンブロックですから、1234 1234、はい、これはだからちょっとさっきも言ったけど、この3つでコードが D 星に変わって2つで変わって E に切ってて、なんかちょっとコードの並びがねなんか奇数っぽい感じなんで、この辺のねちょっとポイントをちょっと押さえつつ、今こうやって映しとくのでシンプルですよ曲は。もちろんみんな歌のメロディーは知ってるでしょうからね。これこんな感じで映しとくので、皆さんノートとかに書き出して、どんどん自分のペースゆっくりでいいんで練習していってください。これが1番です。はい、いいですか。で、これ2番なんですけど、コード進行全く一緒で、ここのサビに至っては歌詞は全く一緒ですね。はい。で、これガズのね、ジングルベル、ガズレレでもガズギターでもね、もうみんなそうなんですけど、この掛け声をすごい大事にしてるんですよ。ヘイとウーとオーレ。これやるとね、めちゃくちゃ盛り上がるんで、最初に練習しておいて、キッズとか仲間に、最初ここでヘイだよとか、ウーだよ、オーレとかって、振り付けもあるんでね、ちょっと参考にしてもらって、この振り付けがね、もうこれが最高に盛り上がるやつなんで、ぜひやってみてください。一応この振り付けに関して、ちょっと言っとくとですね、だから、最初ヘイですよ。ヘイの時はこう、パーですから、手は。ヘイ。その次、ウーはこれです。で、オーレーを最後、オーレーなぜか知らないけど、いきなり、スペインのね、フラメンコが登場しちゃうという、ワールドワイドな、これがね、ガズギター、ガズレレのね、特徴でございます。この面白さをですね、この掛け声で、みんな見てる人を巻き込む。これがすごい盛り上がるやつでございます。ただ、弾き語りっていうのは、こう、演奏するよりね、こういうパーティーソングですから、こういうのって。みんなでワイワイ歌った後に、こう、一つになれる。オーレーとかね、ウーとかやるともう最高なんで、ぜひこれご活用してください。そしてじゃあ、こっからですね、もう早速、かっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、かっこいいバージョンはコードは全く一緒なんですけど、やっぱりリズムですね。この曲はですね、なんかこう、トナカイさんがこう、軽快に走っていくような、そんなイメージがいいと思うんで、リズムはですね、ちょっとピックを用いた、8ビートを、のリズムなんですけど、シャッフルのリズムで、シャッフルのリズムっていうのは、つまり、リズムがそう跳ねてるんですね。ズン、タック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 っていうリズムで、あと、アクセントを後ろに持ってくる8ビートにしたいと思います。ちょっとじゃあ、A 星で、弾いてみますと、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。かっこよくないですか？このアクセント、ドゥン、ダ、ドゥン、ダン、後ろに、ちょっと強いアクセントくるんですよ。ドンダドンダンダドンダ。で、いつものことなんですけど、ガズ独特の弾き方っていうか、ガズの大好きな弾き方で、ここね、ブリッジミュート、ここのブリッジのところにこう手を当てて、これちょっとね、こう、音をくすぐらせて弾いてます。そうするとこんな感じね。いいでしょ、このノリ。これ、フルオープンでやるとどうなるかというと、かっこいいと思いますけど、まぁ、ちょっとね、ガズの場合はこっちにちょっとくすぶってる方がなんかすごく好きなんで、これでいこうと思います。この辺の弾き方についてはですね、過去にもいろいろガズギターで取り上げてるんで、ちょっと過去の動画遡ってもらって再生リスト見てもらうとね、いいかもしれません。なんでちょっとね、元気いっぱいな感じで、こう、トナカイさんがこう、駆け抜けて走っているみたいなイメージするといいと思います。この裏で取るリズムって結構慣れないと難しいんでね、この、このね、ノリ、この独特でしょ？
これがなんというかこう疾走感というかね、もう爽快感もこっちバッチもう盛り上がるんで、はい、手拍子もこの曲だったら走れそうよ、こういう風に行きたい、裏でね手拍子したいなという感じで、これは自分の体でこうリズム全体的にこう体でこうグルーブを作っていく、ノリを作っていくのが大事になると思います。さあそういうわけでも早速ですけどね、もうどんどんやって、今日の夜までにこれ弾けないといけないんでね、もうどんどん公開していきますよ。じゃあ、かっこいいバージョン、ジングルベルガズギターバージョンやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。走れそうよ、風の横に、雪の中を、ガズギターかっこいいバージョンやってみました。このリズムでやるともう相当躍動感といいますかですね、かなりいい感じだと思います。ぜひ皆さんこのリズムやっぱねちょっと慣れが必要だと思うんですけど、このぐらいの速さでやるとですね、もうかなり元気っぽい感じがすごく表現されてね、素敵だなというふうに思います。まあでも前半のシンプル簡単バージョンみたいにゆっくり4つ弾きでもね、みんなで歌うっていう意味でもあれで十分ですからね。はい、もう今日1日この曲もう鬼のように練習して夜お披露するのおすすめでございます。さあやってみてください。さあガズギターですけれどもですね、この毎週日曜日やってるわけなんですけれども、皆さんからの質問とか聞いてみたいことを、コメント欄で募集しております。そのコメント欄を見て次回の動画の参考にしたりいろいろしていきたいと思いますんで、何か気づいたことや質問あったらコメント欄書いてみてください。そしてこのガズギターもですね、毎週日曜日ということはですね、もう年内これで最後になりますね。まあ年明けまた、やっていこうと思うんですけれども、ぜひぜひまたお願いしますと。で今年始まったこのギターガズギター教室なんですけど、まあまあ徐々に面白がってくれる方が増えていると思うんですけれどもですね、引き続きこの、音楽で笑顔になれる人をどんどん増やしていこうと思ってますんで、来年もまたよろしくお願いいたします。はい、それではまた日曜日来年お会いしましょう。さよならバイバイまたね。今この本も発売になってますよ。はい、ガズレレではですね、世界一簡単なピアノ教室ガズピアノもやってます。この本とうとう教則本が出版されております。こんな感じでちょっと探してみてください。ガズレレではですね、このガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひインストールもお願いします。そしてね、このアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちも Amazon で販売中ですからね、こっちはね簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも、楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもねそうなんですけど、もちろんこのリットミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部で売れてると思います。ものすごいベストセラーです。なんでかっていうと分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そしてね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、このここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではありますんでね、これ公式ホームページにね、このグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さらっと話したので、ね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところあったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね聴くからやるに変えていこう、笑顔が増えるぜということで、モリモリやっていきます。皆さんどんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよならバイバイ。